こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョピット青、始めていきましょう。はい、12月以内に急激に寒くなってきました。なのでちょっと風邪気味です。はい、ひとまず今回はエルドワード欧州戦をやりたいと思います。そのエルドワード欧州戦の前に練習試合を行います。はい、一気に特にトップを入れ替えて、花見か。あ、別に出してもいいんじゃないかな。まどかと入れ替えよう。さつきか。さよとさつきが、どっちがいいんだろう。さつきが、ああ、さよのままにしよう。で、疲労かかな。疲れがあるからな。疲労かでいこう。かなは？萌え、節子、萌えを美穂と交代。節子はまあ予備要員として置いとくかな。まあそうですね、予備要員として置いときましょう。代わりに裏側を使おう。これでいきましょう。そんな強い感じはしないんだけどな。チャンスメーカーということで、まあハーフだけなんでね。さあキックオフです。そういえば今つい最近知ったんですが、N1 初年度で入った。マジ？サチコからこう上げたところで、サヨか。サヨが突っ込んできて、シュートです。そう、最近知ったんですが、この N1 初年度で6位以内に入ると、日本代表の監督になれると。ただしそれは1年だったから1回だけで、6位にならないと、もうチャンスがないという話を聞いたことがあります。それらは日本代表を経験して、どういう選手がある、どういうチームというか選手があるか、海外との差をっていうのは見たかったですよね。お、ナイス。いろんな経験しときたいですから、チャンス見よう。おーっと、ペナルティキックのチャンスを得ました。さあ、決めろ。あーっと、正面すぎる。
ショットキックが弱かったですよね。さあ、石崎早い。これはみゆきが、とにかく、上げてくる。ああ、これはやばい。おーっと、キーパーナイスセーブ。落ち着いてますね、さよ。さあさあに、そこに。おーっと、幸子が押し上げる。空中戦だ。伊勢焼きが早いですよね。おっと、ユーナが、ちょっと緑に交代しましょう。この辺のバテが早いんですよね。といってももう時間がほとんどないです。ミオ、いいじゃないですか。お、勝ちましたね、なんと。前半だけなら持つっていうことですよね。これを見る限り。もう幸子の鮮やかな。引き合い3分で決めましたからね。これはペナルティーキックのチャンスを得たんですが、得られず。その後も結構押し気味で、試合を終わらせることができました。お、課題も結構いただきましたね。90、ハーフなのに。得るものの多い練習試合だったんじゃないかなと思います。というわけで、いよいよ本番のエルドラド欧州戦です。さあ、エルドラド欧州、どんなチームなんでしょうか。さっきの、筑波が、筑波ダガーマ、2対5で負けてますよね。その前も 0-1 負けてるんで、そうっす。このチーム最後突き放されたんだ。あー、なるほど。結構、主力級が出てないのか。練習試合は。だから、勝てたのかもしれない。この伊勢崎っていうのが相当良かったですよね。とにかく縦に走れる選手ということで。でも筑波長浜ね、去年1位だったんですよね。そう考えると強豪相手にこれだけやれるっていうのが、いくら枚数が落ちたとはいえ、今後が楽しみなんじゃないかなと思います。そして、エルドラド欧州は安定した上位チームですよね。今季も5位というわけで、スタイルは中間、戦術は弾力的ですね。戦術が弾力的っていうのが魅力がありますね。で、なかなか安バース。とにかく守りが硬そうですよね。守備より守りかな。守備より守りっておかしいな。攻撃より守りっていう感じですよね。外国人で前を3トップで守ってますよね。さあ、スタメンですね。スタメンはまあ緑くるみの2トップなのは言うまでもないとしても、幸子を上げましょう。ナーコより幸子。
マナミをどうするかですね。マナミはできれば働かせたい。ミオは予備使いましょう。サツキもいいんじゃないかな。サツキは予備選手ですよね。チカといえば守備を。重視した方がいいかな。萌えに変えましょう、彩香を。カナもいいんですけどね。まあこんな感じですね。キーパーはもちろん夏木のままということで、これでキックオフです。エルドアード欧州、なぜか鬼ヶ島スタジアム岡山でホームをやりますねと思ったら、これジャパンカップなんだ。じゃあ勝たないといけないよね、なんとしても。とあと最強の布陣を揃えていかないと、負けたら終わりですから。これはもうミオですよ。ミオだしナナコだよな。しのごど言ってられません。ユーナも代わりには、ユーナじゃなくて、エリカです。カナを出したいんですが、ここは諦めましょう。サツキの方がいいかもしれないんですけどね。ここだけはサチコで行きましょう。これはサツキの方がいいかもしれないな。ナナコを呼びにして、結構長く考えましたが、まあ、勝つことがすごく、この試合大事なので、2回戦突破できてベスト8に勝ち上がれば、注目も集まりますので、ここはもう、勝ちに行きます。勝率はそんなに変わらないですね。ホームを考えると、検討してると言えます。少しながらもでも力をつけてると思うんで、早いな、この辺。とにかく後ろが早いんですよね。なので少ないチャンスを得て、隙をつけて、何この龍崎。おぉ、夏木がうまく飛び出した。一手を取りましょう。トヨタ波状攻撃ですよね。おっと、あーっと、これは。厳しかった。ナイス、くるみ。飛び出せ、緑。あーっと、この辺を、守りは見事です。おーっと、緑、と思ったらオフサイドか。余裕で出てますね。さあ、緑がもう、切った途端に追っかけていきます。おっと、うまい！緑。一気に落ち込め。そこに、くるみが入った！先取点！はい、決まりました。これですよ、完全に。隙を出て。キーパーと攻めて1対1にもつれ込めば、それもキーパーの体勢崩せればチャンスはあります。くるみナイス。おーっと、夏夏に当たられてしまった。くるみが動き回りますね。とにかくこう取りますよ。くるみすごいな。
おっと、緑。ここをくるみが切り替え落とした。追っかけていくが。まどかもうまい。これは苦しいよな。とにかく、猫用に。ここのこぼれ玉で、当たると、まずいんですよね。出ましたね。さて、スタミナの消耗具合ですが、これだけ動き回っている緑のくるみ、ゲージが1しか消費してませんよ。すごいな。最後まで、頑張ってもらいます。さあ、抜けた、うまい。さつき、さあ、センタリング。これは高さで負けたか。はい、鉄壁ですからね、守りは。この趣味が目の前にいちゃダメなんですよね。幸子取りました。ミオから。うまい！これは幸子。窓か。いったいった、2点目。会心ですね、ここまで。会心の試合ぶりです。もう。出して抜け出すところが見事すぎます。さあ、もうこれは守りに行きたい。ゲージはないんで、あくまで今回はトーナメントということで例外的にバランスでいきます。負けたら終わりなんで例外処置です。うまい。おっと、流れた。流れたが、まだくるみが取りに行く。これオフサイドになるんだ。と思ったら、この時点でオフサイドだったんだ。時間を消費したのは幸いでしたね。さあ、ここ気をつけろ。流れてしまった。落ち着いていってほしい。夏希、自分で出ていきましたね、かなり。萌が、あまり出すぎるのはどうかな。点を、3点目取れればもうほぼ決まりなんですけどね。おっと、佃。おお、すごいな。コーナーキックです。さあ、ここ気をつけて。高かったですね。さあ、そろそろ交代の時期です。守備の交代か。守備を中心に交代いきましょう。節子とみゆきをチェンジ。さらに、早いうちに手を打っときましょう。幸子、みお、さつき。幸子と変えようか。これで、交代枠を使い切ります。あ、ちょっとやばい。おお、ナイス。そっか、キーパーが取ります。キューラ。ちょっと遅れてますよね。おっと。出しましたね。さあ、これでリフレッシュを図ります。選手の3点目欲しい。くるみ、おっと、さあチャンスだ。ペナルティーキック、決めろ。入った。キーパーは反応したもののボールを押し込みました。まさに超次元サッカー。反応はしたけれども、微妙に合わなかったんですよね。さあ、これで決定的な3点目を得ました。これで勝ったでしょう。
ミオナイス。緑も抜けます。終盤まで衰えません。すでにゲージは1なんですけどね。さあ、バイオ。おっと。反応します。ああ、これは、1点取られましたね。マークがちょっと追いつかない感じですよね。まあ、ほとんど試合ないです。落ち着いていきたいところ。勝ちました。さあ、先制したのはクラワカリバーズ。このくるり。このツートップは本当に素晴らしいです。そしてここは決められなかったな。後半終了、前半終了直前、これうまくまとめて、うまく渡ってマドカが決めました。さらに後半になってからエルドラド欧州が攻めにかかります。このコーナーキック、龍崎高かった。そしてペナルティーキックを得て、これを鮮やかに決めていきます。後半終了直前、ここで抜けられてしまって、ミランコが、オコネルがさすがですよね。ただもう試合終了直前だったので、ここは勝利を得ることができました。これで2回戦突破、ベスト8ですよね、きっと。そうですね、ベスト8です。ちなみにジャイアントキリングが起きているのかといったら、起きてる感じはないですねと思ったら、ここでありましたね、武蔵野ホーネッツをチェスト鹿児島が破ってます。これジャイアントキリング、キャピタル東京はさすがですよね。あとはまあ順当な結果って言えるんじゃないでしょうか。残ったチームの中でチェスと鹿児島が唯一の N2 です。まあとはいえ前年まで N1 にいて落ちただけのチームなんで、この辺は直接は参考にならないかもしれません。なるほど、エルドラド欧州赤石ミラクルを、まあそれは無名クラブですからね、当然なんですが、5対0で破ってるんですね。さあ、函館ペンタゴン、これもう下位のチームなんですよね、実は。あ、っていうか函館ペンタゴンとかメンソーレ沖縄だったら勝てるチャンスありますよね。だって函館ペンタゴンはスカディアナーにこう苦戦してますから、このエルドアンド王子を破ったっていうのは大きなベスト4へのチャンスになると思いますね。
メンソエ那覇も今10位ですからね。はい、というわけで見事、2回戦を突破することができました。次回は準々決勝ですね。まあ、その前に、武蔵野放熱戦が控えております。3位なんでね、ここはまあちょっと絞って ルーキーなの執念の場所として戦っていきたいと思います。はい、本日の動画以上になります。チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。特に動画をお持ちの方でですね、何人目かとかコメントいただければ、はい、きっといいことあると思います。またですね、ゲーム動画で行こうでは、この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間がありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい。では、ジャパンカップ2回戦突破を、お伝えしてお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。